一体何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は人々をかばうため、それとも私に謁見するのが目的ですか。おや、よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですか。だとすれば私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん知っていますよ。いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。さもなければとっくに粛清していますよ。願いとはもともと永遠にそぐわないものです。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願いを追い求めるというのはたくさんのものを失うことなのです。神の目を摂取すること自体は命を奪うことではありません。命を落としたのはむしろ願いを追い求めた者たちではありませんか。旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります。言い換えれば、あなたは永遠から最もかけ離れた存在であれば、私は別にあなたに理解してもらおうとは思いません。あくまでも世のために永遠の道を歩んでいく、ただそれだけです。そう、そんなことも知っているのですか。まあ別に構いません。大方私の意志を動揺させる隙を探っているのでしょう。いいでしょう。永遠に背くもの、あなたの覚悟を見せてもらいます。あなたが来てからここにも騒がしい音が増えてきました。万代をもって葬り去りましょう。神里流、隠れる術はありません。心配無用。いざ、お会いにちは。永遠の土を照らす。It's not good. You feel right? Oh no. Awesome. Muga no Kyoshi. Oh, she moved. Damn it.Raiden versus Raiden? Huh? What? Oh my god, Ayaka, your crit damage is so sexy. You feel my? Oh shit.Damn it! Oh! I didn't mean to do that. Oh!
Master, can we not do this right now, please? Please? I beg of thee? Oh fuck. I have a battle to win. Oh shit, shield. Ah, get fucked. Oh! Oh shit, don't die, don't die, don't die. I walked into that one. Oh my god, heal, please. How much heal is- okay. Yeah, we're good. Huh? Oh, oh! Oh! Oh my god! Girl boss! Hey, yo, yo. Crossover episode. Oh, that's so sexy. I heal. That's so pog. This does nothing! Oh shit! Shield, shield, shield! Shout out to the homies for making it a bit of
でに下りました。Oh, no, 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 no,ええ、私の負けです。どうして自らの民を彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。それが何時がリーユへの旅で得た収穫か。人間が前へ進み、神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。ええ、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影、無双をもって稲妻の前に立ちふさがるすべての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。天理、わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも汝は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い、変化を失い、ただ存在するだけの国、そんなものは抜け殻に過ぎぬ。であれば滅んでも問題はないじゃろう。巫女、その妄言を撤回してください。未来永劫、変わることのない永遠、私が臣民に誓った約束です。しかし汝の臣民が必要としているのは
何時の約束などではなく何時の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は100年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ、じゃが永遠は何時にとってあまりにも残酷すぎるぞ。へい。私？何時は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく、己すら見つめることをやめた。何百年もの間ここで一人寂しかったじゃろう。しかしこれは必要なことで、前へ進まなければ逃す者も多いじゃろう。ここで永遠にとどまる何時も失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながらその時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ、わらわに話せ。なぜここの空がかつてあれほどまでに暗くよどみ、そしてなぜ今再び光を放っているのか。ここは何時の一心浄土、何時の内なる世界であれば、もうとっくにここの孤独に耐えられず、本心ではわらわにあえて嬉しく思っておるのではないか。私は何も言うことはありません。わらわにはあるぞ、数えきれぬほどの話が。そうじゃ、せっかくじゃからここ数百年間の出来事を何時に話そう。数百年もの出来事を話すなんて、どれほどの時間を使うつもりですか。千個の記憶力はいいんじゃ、数百年の些細なことまで覚えておるぞ。じゃから話すのにも数百年かかるじゃろう。ミコ、実はもうこうして会うことは二度とないと思っていました。あなたに会えたのは永遠の中に生じた変数であり、驚きでもあります。やっと素直に認めおったか。なら引き続き友でいてやってもいいぞ。まったく子供じみた会話ですね。ですが、あなたたちの計画に負けたからには、あなたたちの意思に従ってメガリレーを廃止しましょう。しかし永遠について、この国が果たして前へ進むべきかどうかについては、再び考える必要があります。最初から最後まで子供じみていたのは何時の方じゃったな。その後ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はその者に眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い、勝機をもたらし、希望を呼び起こす。ある願いはたとえそれを持つ者の身が滅び、魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず、真摯に熱く燃えゆく。そう、永遠に。Hey, I'm crying.
分の一身浄土で何やってたんだ。メガリレーが本当に廃止になるなんて。そうなのか。おいら心配してたんだからな。さっきミコがオイラたちのことを呼んでたぞ。お礼を言うためかな。早く行ってみようぜ。My question is Sarah okay? Is she okay? Is my wife okay? I haven't heard from her since. これはこれは。名誉の凱旋を果たした旅人ではないか。神社へはガンほどきに。お前が呼んだんだろ。冗談じゃ。待っておったぞ。ミコも気分がいいみたいだな。そうじゃ。長年会っていなかった旧友と話せたのじゃ。嬉しいに決まっておるじゃろ。Shouldn't that be centuries? ところで、その後聞いたんじゃが、まさかファデュイの執行官と御前試合をしたとはな。正面から宿女を倒すとは、何時の実力はわらわの予測を超えておる。まあともかく、勝ったならそれでよい。めでたしめでたしじゃ。やっとファデュイの計画を一回阻止できたな。少なくとも今回は神の心を奪われなかった。待て、神の心と言ったか。それは駒のようなものでは。そうだぞ。ミコも見たことがあるのか。七神が持ってて天空の島とつながってる神の心だ。うん。どうしたんだ。あれなら、わらわが差し出した。Oh no! そうでなければ、いかにして残氷から何時の命を救ったと思う？残氷は今や、ファタスの第6位。実力においては宿女よりも上じゃ。わらわは自らの命をかけて戦うような性格ではないぞ。何を言ったらいいのかわからない。エイが人形を作ってから神の心を置いておける場所がなくなった。かつてエイと最も親しくしていた友であるわらわに、エイはその神の心を渡したんじゃ。鳴神大社に保管させるためにな。あやつはもともともう神の心の力を必要としておらんかった。あやつによれば、もう天空の島とは連絡を絶っているそうじゃぞ。であれば、神の心は争いを招く無用なものに過ぎぬ。そんなものと、計画の核心となる人物を引き換えることができるのなら、結果から見れば、わらわの儲けじゃな。そう言われると、そうだな。オイラも旅人は神の心よりも大事だ。はい、仕方ないな。もう今さら取り戻せないみたいだし、過ぎたことを考えても意味ない。あ、そういえばミコ、まだオイラたちを呼んだ理由を聞いてなかったよな。お礼のためじゃ。ナンジラがテイワット全土を旅するというのなら、稲妻の旅も一段落ついたことじゃろ。お礼として、この先の道のことでも今までの疑問のことでも、わらわがナンジラに答えようぞ。何か聞きたいことはあるか。